さあ今日初めてのタッグリーグザベスト公式戦ということになりました。そうですね、はい、まあはっきり言って堀田南組にとってはもうこれ決勝に残るか残らないかでえらい違うと思うんですよね。なるほど。あのイメージ的にもう本人としては是が非でも決勝というか、まあ、あの優勝戦線に残りたいと。そうですね、いうところだと思いますね。井上貴子テリーパー組というのはまあ本当に新しいコンビといいますかね。ええ、まあ、テリーパーは帰ってきたという感じですね。久々ですよね。ええ、3ヶ月ぶりですね。あ、膝の手術で帰ってましたから、はい、もういいんですかそれは。だいぶ、うん、だいぶいいですけどもう一回、手術するようだという感じがしますけど、とりあえず試合ができる状態になったんで、帰ってきたという感じですね。あ、今回は来年の4月までずっと居座るそうですから。あ、そうですか、はい、やっぱりでかいから分かりやすい、決してうまいとは言えないラリアットですけどね。あ、ミラミも意地でラリアットと返して、やっぱり、うん、あの前場の中ではやっぱりうまさという点では全くあれですけれども、あ、これはいいんじゃないですか今なんかね、あのとりあえずタッグリーグザベストの公式戦にエントリーしたチームですよね、高子とテリーパワー、はい、ですからもう全員と戦わなきゃいけないんですから。そうですね、もう今回は自分たちがタッグチームであるという意識を強く持って、コンビネーション考えた方がいいですよね。あのデビーバレンコ長谷川早紀江の場合はもう完全にこれチームじゃないですか、はい、あのタッグ歴も長いですし、はい、かなりオリジナルのコンビネーションサポを持ってますけど、この2人もとりあえず全員と当たるわけですから、もう私らはチームであると、考えていただきたいですね。まあ、それはまたいい勉強になるでしょうかね。そうですね、彼にとってテリーパー試合から3ヶ月遠ざかってたわけですから、ちょっと動きどうなのかなと思って今見てましたら、そうですね、もともとうまさというよりはパワーで押すタイプじゃないですか、ですからまだ、ラリアットしか出ないですから何とも言えないですけども、はい、でも体がいいってことはいいですね。まあ、見栄えしますね、遠くから見てもでっかいですよね、やっぱり、はい、まあ、テリーパーだが途中から参戦したということで、これリーグ戦はもう連日のようにリーグ戦を消化しているわけですね、はい、そういう面では非常に厳しいと思うんですけど、あのでも本人は毎日試合やった方がいいなって言ってますね。あ、まあ、優勝を狙う運動というのはちょっと無理、まあ、この時点ではね、そういうあれとかは外れるかもしれないですね。あ、さあなんでしょう、クロスラインですね。堀田がなんかコーナーで手ぐすね引いてるじゃないですか、多分堀田登場すると結構、あ、よし、ありましたね、やっぱりリアクションがありますね。あ、膝ですかこれ。そうはいかないでしょうね、力だと。うわ、うん、やっぱり力技に頼っていった方がいいですね。テリーパーはうまさじゃもうやっぱり他の選手かなわないですからね。そうですね。あ、ちょっとこれダメか。でもこれめげずに、堀田も手数を出すことですよね。そうですね、最近はもうその点はめげなくなりましたから、はい、いいですね。ヒールキック得意にしてる割には、当たる場所がなんとなくあやふやなんですよね、いつもね。うわ、
あ横から来ましたね。まあ今の大丈夫でしょう。よいしょ。ずいぶん早い時間に出ましたね、片足キックが。ああそうですね。おお、テリーパワーにもやりますね。これは気づけましたね。さすがナチュラルパワー、南。内容だと体重があればあるほどきついでしょうからね、やられる方は。そうですね、また、このテリーパワーの膝の状態から言うと、四の字固めなんて一番やられたくないはずなんですけどね。その辺を狙ってやってるのか。そうですね。また今回スポーツドクターの人に自分の膝の形と同じ形したサポーターを作ってもらったそうなんです。はい、あ、そうですか。ギュッとその要するに自分の膝のが悪い膝にポコッとはまるような形のサポーター、それをカバーする長いリングブーツで来てるわけですね。ああ、なるほど。これは新しいデザインの。そしたらこれをですね、このリングブーツを見た小川広報部長がですね、はい、昔なんかジュディ・マーチがこんなの履いてたよとか言って気悪くしましたね、本人は。おばさんだと思ってますから、まあ、大ベテランですけどね、そういえば履いてましたね、はい、これエルボー、よいしょ、いいリアクション取ってますね。他にやる選手いないですから。そうですね、何年やってますかって言われたって、今日もやってますって言った方がいいですよこれも得意。これは面白い。これもホッタオリジナル。あ、蹴られるぞ。井上貴子はどっちかというと蹴られ弱いですか。そうですね、どっちかといえばそうですね、でもでも結構この人体でかいですし、重いの、頑丈ですよ、お尻なんかすごい大きいですからね、可愛い子ちゃんタイプなんだけども、でも実際にはかなり体がでかいと、大柄という感じですからね。そうですね、本当は僕この人ヒールの方が合ってると思うんですけどね。まあ可愛らしすぎますからね、ちょっと。そうですか。まあ、あ、すごい、はい、あれはきついでしょうね。あれ一度山だと思ったがやり始めたら流行っちゃって、ね、もう誰にでもやるらしいですね。そうですね、よしテリパー行けって思いませんか。これは行かなきゃダメですよ。まだね、どうやっていいのかなっていうのを戸惑っている部分ありますしね。全日本女子の場合、どんな荒っぽい技でもやっちゃった者勝ちってところあるじゃないですか。そうですね、あんまり見ちゃダメですね、どんどんやった方がいいと思います。躊躇せずに行った方がいいと思います。もう顔面にドロップキック入れるようなつもりで、巨体の割にいい打点というかジャンプ力のあるドロップキックやりますからね。トリッパーにはぜひ逆上がりを見せてほしいですね。ああ、やっぱりスキンキャット、はい、あ、そういうんですか。猫の皮剥ぎって言うんですよ。あれ見たいですよね。でもあれ自分が落っこちる場面やるんですよ。勝手にやられるみたいな。あれものすごい腹筋が必要らしいですよ、あれ。でしょうね、腕、だけじゃないですよね、南なんかも対抗戦になんか出してみたいなっていう感じがしますね。そうですね、ひょっとしたら素晴らしいアスリートはいないですからね。南なんか、それこそ他団体を相手にした場合、女ジャンボツルと戦えるんじゃないですか。最強になるかもしれませんね、ひょっとしたら。そういう期待があるんですよね。とにかくアスリートとして素晴らしいもの持ってますからね。体のバランスが非常にいいですね、どこもかしこも大きいですから。そうですね、その点ではもう他団体も、ね、全然及ばないというか、そこのものは持っていると思うんですよね。まあ、身長がありますよね、で体重がありますよね、で太ったところはないですよね、で動けるし、大技持ってるし、駆け引きできるし、じゃあなんでこう筋力も素晴らしいらしいね、ベルトを持ってないかというですね、とにかく筋力が優れたというか。なるほど、体全体の力が素晴らしいですね。
距離入ろうとしてるんですけど、なんかチートしてますね、まだ参加しきってないですね、やはり言葉は通じない中でプロレスやるというのはすごく大変なことだと思いますよ、まあネビン・マルコそれやってきましたからね、はい、デビン・マリンコと比べるとデリパンが妙に大人ですから、そうなんですよね、なんかコロナ禍にまた全場は非常に若いですから落ち着いちゃってるんですよね、すごくなんか大人の感じがしますよ ね大人っぽいんですよね、考え方とかがまた、でも試合はちょっとガキっぽい方がいいと思うんですけどね、もっとギャーっとなるような、そうですね、いや全然これからのレスラーですよ、レスラーとしては、デリパンはもうちょっとカットなるところがあった方がいいと思いますけど、まだまだ、いやこれからだと思いますよ、この人の面白さが出てくるの、はい、今は僕スコットホールというような感じがしてますから、ああなるほど、ええ、咲いた、よし、タイガー、わかりやすいじゃないですか、テリーバカッ、あ、これダブルアクサンドルってやつですね、あ、ちょっと爆発してほしいですね、ここらでパワースラム行こう、よし、あ、やった、まだまだパワーサップありますからね、アバランシュスラムとか、あの、ジャンプ力ありますよね、よいしょ、なんかちょっとフォーム歩けずにですけれどもこれ完成品になったら大変なパワーサップになると思いますよ、そうですね、今なんかコンビネーション本当に荒削りですね、荒削りなんですよね、闘志は出てると思いますよ、でもギロチンドロップの高さもかなりありましたしね、はい、あ、離さない、そう、パワースラムもちょっと荒削りでしたね、そうそう、もっとあれが健介選手のように ね空中で2人の体がなんか密着したまま飛んでるという状態だったら、もっと素晴らしくなると思うんですけど、なんか離れちゃってますもんね、あー今のきついですよ、危ない、結構いいぞ、これは2連発、何かこれこだわってますね、結構意外と井上貴子、今もうぼーっと見つめてしまったんだけど、割と地味な技に締め技好きなんですよね、そうですね、膝十字ありますしね、なぜか、あ、強引に持ってくるところがまたいい、そうですね、今度は何でしょうね、ブレンバスターでしょうね、やはりそれほどレパートリーありませんから、さて、お、これは長いぞ、体育時間は長いぞ、これはデイビーボーイスミスと僕が呼んでます、あ、完全に止まってますね、動いた、でもやっぱちょっと荒削りですね、いまいちね、まだまだ考えながらプロレスしている状態ですよね、そうですね、なんか、パッパとこう反応していかないっていうこれはありますね、さあ、なんだ、あ、結構危なかったですね、今、南にとっても重そうでしたね、テリファー、うわー、ダメだ、これ
れなんかはあの若手時代の南の必殺技じゃないですかあの後方回転エビ頭のような、そうですね、本当にスモールパッケージって感じですよね、こういう技がテリパーン一つあるといいんですよね、トップロープものが、今度はフランケンシュタインでいきますかね、なんか何があるんでしょうね、落とせ、さあチャンスですよ、よいしょ、いった、いたいた、また戸惑いがありますけれども、要するに一つ一つの技はいいんですよね、スムーズさと、ちょっとラリアットが使いすぎですね、ちょっと多すぎるって感じがしますけど、まあそうですね、さあ出た、あ、今セーブ、今危なかった、ね、危なかったですよ、非常に、はい、南は高いですからね、あの角度が、あ、生き返った、高子も、あのテリーパワーとのコンビでは自分が引っ張るというのは意識持った方がいいかもしれないですね、したら、あ、もうそうですね、そうすると、あれ、あ、今のも惜しかった、危ういフォール多いですね、危ないですね、3回ほどありました、はい、この戦闘を食らったら大変だ、あー食らった、あ、これはダメだ、最近は決まりますね、あれ、そしてはい、あーよく今のなんかもうダメだろうっていうパターンですよね、あーよくカットに出たと思うわ、よいしょ二度目です、あーっともう一回、あ、これはさすがに、あ、これはあれですか、カリビアンスプラッシュですか、狙ってますね、独特の流れ式、あ、これ、これは決まったでしょう、あんだけ分断されちゃうとしょうがないですね、テリーはテリーで、よくセーブしたと思いますよ、そうですね、そうですね、本当はあまりタッグチームとして根拠がないコンビですよね、テリーパワー井上貴子、非常に難しいコンビですけれども、はい、もうこの際チームということにして、しばらくやってみたらどうかと、そうですね、堀田と